た。頭痛。朝7時です。今日エベレストはくっきり。今日はニューマール練習。あっちかな。今日は天気。クライマーっぽくなってます。クライマーっぽい。むき出しの電気線が。めっちゃ踏まれてる。電気線。おお、来て。本当だ。おお。切れてもおかしくない。今日は上。休憩です。エベレスト。エベレスト。エベレスト。今日は自分のユマールの使い方。実際もう空気全然薄いんで、もう電動なんかいけないです。ダメだね。で、いつも低い。ああ疲れた。こうやって登っていきます。はい、じゃあ次の人、ちょっと聞いてください。まあ僕がまだブルサガトに来てもいいですけど、なるべく次の支点を前の人が通過してから。はい。で今ここでカラビナを先に。次にかけます。はい。で、安全ですよね。で、それから次のロープにかけます。はい。そしたらまた、このカラビナを振りかけて、はい。それを繰り返して。ユマールレッスン。超いいの時やってないんですけど、ぶつけ本番だったんだけど。今回はちゃんとやってますね。自分はまだ、左のあばらが感知してないんで今日はやりません。今日使わなければあと1週間は使わなくていいんで、一人で待ってからにします。こういう風につかむでしょ。あ、同じ形でね、下からね、同じ形になって同じに一緒に入るっていう風に思えば、で下を持ってりゃいいね。そうです、そうです。へー、あ、OK、 OK、 ありがとうございます。なるほどね。閉めるんですね。そうですね。これはいいじゃない。あ、そうすると、そう、で、この状態で万が一落ちた時にここにいてくれるわけだ。そうそう、いてくれんの、先に入れればね、うんうんうん、で、あ、どっかに、これすげえ、そうそう、じゃあこっからハーネスからこれ絶対に離さない。で、外すときも、ええ、外すとき、ええ、こうなってると、なんかこっちを先に外しがち、うん、外さない。そしたらここにいるじゃん、うん、ちょっと、ここですね。もうキンクスです、これ。これはこっちには入れないんですか、この糸みたいに。入れるときもあります。でも普通はこれが基本形です。で、これで静的化の時は、うん、ここにも、ここにもう一個かまして、これ入れてもいいですよ、ここに。もっと静的化。あ、こっちに、そこですか。あ、そういうこと。もっと静的化。あ、でも普通は、うん、あ、で、これ取るときどうするの。あ、一回取んないといけないですか。だめ。あ、一回取んないといけない。で、これも落としかねない。あ、落としますよ。ベイトカーは必ず落としにつけておいて、で、先にロープを通すと。そう、もうここで通るじゃない、うん、通るね。ここで、ここを通る。通した後にこっちに行く。そう、ガーンってしても。こっちに。ねじって入れる。そう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 、一回かけて、まあ普通にかけるんだ、何もなしで。下からこれを輪っか作って、ここで一個ねじって、形を覚えてくれ。結構ね、入れる方向によってパターンがあるから。僕
こえました。映ってるんで、大丈夫です。映ってます。これでいい、ここで、ただ普通の輪っかを作って、うん、もう一回こうやって、ね、うん、入れれば、うん、こうなると、そうそうそう、この形になる、うんうん、摩擦でってことですか。それで、これで落ちるはず。で、これで一回上がるでしょ、うん、で、体重かけたら、体重かけて、こっちを持ってもいいんだ。あー、こういうことか、うん、レンジャーのように飛んでポンポンポンじゃなくて歩くイメージで来るんだ、こういうところ。ああ、アンカーが抜けちゃう可能性があるってことですね。うん、なるほどね。ということ、つまり下で伸びてたら懸垂加工できないってことですね。できない、あれっていうか荷重かかってたら、じゃあもう一人がずっと下でブローンってしてたら、はいはい、ダメなんですね。じゃあ荷重かかったら降りれないですよ。いや、懸垂使えないと思った、ここはエレベーターですか、チベット側の。あそこ見えるかな、カメラだったらすんごい綺麗にエベレストが見えるんだけど。20日ですよ。